仙台 A80 型から17年、2019年に販売が開始された新型トヨタスープラのトップグレード RZ に2020年モデルが登場した。登場からわずか1年ながら、エンジンやサスペンションをはじめ全域に改良が施され、そのパワーは47ピコセカンドモノアップとなっている。改良と同時に100台限定で設定された特別仕様車 RZ ホライズンブルーエディションを44枚の写真とともに紹介する。トヨタスープラ RZ ホライズンブルーエディション RZ2020 年モデルの目玉は 3.0 リットル直列6気筒エンジンのパワーアップだ。最大トルクは従来型と変わらず 500Nm だが、発生回転数を従来の1600から 4500rpm から 1800 から 5000rpm へと向上させることで、従来比で47ピコセカンド 14% の出力向上を果たし、最高出力は387ピコセカンドへ。0から60マイル加速では従来型より 0.2 秒マイナスの 3.9 秒を実現した。エンジン出力に耐えうるボディ剛性を獲得すべく、エンジンルーム内にはブレースを追加している。また足回りにも手が加えられ、2020年モデルは路面追従性と光合成が両立したサスペンションシステムを搭載。ファインチューニングによってコーナリング時の安定性が高められ、全域で驚くほどパフォーマンスが向上している。トヨタスープラ RZ ホライズンブルーエディション、ちなみにボディサイズは従来型と変わらず、全長 4380×全幅 1865×全高 1290mm、 ホイールベースは 2470mm、重量は 10kg 増の 1640kg となっている。今回の特別仕様車 RZ ホライズンブルーエディションのボディカラーには、その名にもあるホライズンブルーを採用し、マットブラック塗装が施された19インチ鋳造アルミホイールを装備。インテリアではアルカンターラとブラックの本革を組み合わせたシートを採用。シートやインストルメントパネル、ドアトリム、ステアリングにブルーステッチがアクセントとして散りばめられている。価格は RZ の731万3000円に対し、10万円高の741万3000円で、制約順に100台販売される。トヨタスープラ RZ ホライズンブルーエディション